今年2023年に開催されたオーストラリアとアメリカ主催の合同軍事演習タスマリンセイバーには陸上及び海上自衛隊も参加しました。この演習で陸上自衛隊は1に1式地対艦誘導弾やマル3式中距離地対空誘導弾のみ演習を行い、オーストラリアが日本の重要な防衛パートナーとしての役割を果たしました。では詳しく見ていきますね。タスマンセイバー2023で陸上自衛隊はオーストラリア南東部にあるビークロフト射撃場で7月22日に海上の標的に向けて1に1式地対艦誘導弾の実弾射撃を行いました。これはオーストラリアで日本の1に1式地対艦誘導弾の実弾射撃訓練が実施された初の事例で、見刺された誘導弾には作薬が充填されていませんでしたが、陸上自衛隊の対艦攻撃能力を対外的に示す機会となりました。人に、1式地対艦誘導弾は、2012年度の防衛予算から調達が開始されたミサイルシステムで、装輪式の車両に、レーダーシステム、中継システム、射撃管制システム、指揮統制システム、発射塔を搭載しています。現行型は最大射程距離が約 200km ですが、能力向上型の開発が進行中で、将来的には最大射程距離を 900km、さらには 1500km まで延伸する計画があります。現在開発中の人に、1式地対艦誘導弾の能力向上型では、地上から発射する既存の装輪式車両型に加えて、航空機や艦艇から発射する型も検討されています。これにより、航空自衛隊や海上自衛隊でも幅広く利用可能となることが期待されています。さらに、タスマンセイバー2023で、陸上自衛隊は、マル3式中距離地対空誘導弾の実弾射撃を行い、その様子がオーストラリア軍によって公開されました。マル3式中距離地対空誘導弾は、2003年に導入が始まり、最大射程は約 60km です。このミサイルは、アメリカ製 PAC-2 ミサイルシステムに比べて約 45% 安価で、コストパフォーマンスが優れています。2016年までには、マル3式中距離地対空誘導弾の改良型が開発完了し、巡航ミサイルや空対地ミサイルに対する迎撃能力が向上されました。この改良型の調達は、2017年度の防衛予算から始まっています。中国は、すでにアメリカに次ぐ世界第2位の GDP 額を誇り、軍事費の額でも同様の位置にあり、実戦経験こそ近年はほとんどないとはいえ、ロシア以上に消耗戦を行うに足る各種の物資の生産能力を有していると思われる。しかし、周知のようにアジア地域には NATO のような西側諸国の軍事同盟は残念ながら存在しておらず、アメリカをハブとして日本を含む各々の国々がその時々の政治的な判断で連携を模索していくしかないのが実情であろう。その意味では、今回のタスマリンセイバーのような合同軍事演習は、日本にとっても非常に重要で、かつ有用な機会であり、年を追うごとに強化されている中国軍に対し、いかに有効な抑止力を備えるかを示す場とすべきに思える。政府が進めているシェルター整備は、平成16年2004年に制定された国民保護法に基づく国民保護計画の一環ということです。防御性能の高い地下シェルターは全国に1591箇所あります。しかし、中国や北朝鮮の脅威に直接向き合っていると言っても、いい沖縄県の先島諸島にはわずか1箇所しかないのです。今回はこのシェルターについて見ていきたいと思います。シェルターとは何か。厳密な定義はありませんが、国民保護法によると、都道府県や政令市がミサイル攻撃などに備えた避難施設を指定するよう規定しています。このうち、爆風など直接の被害から人間を守る堅牢な地下施設が、事実上の地下シェルターを指していると言えましょう。令和4年4月時点の内閣官房のまとめによれば、前述の通り、地下シェルターは、全国に1591箇所あるそうです。ただ、沖縄県を見ると6箇所に限られ、しかも5箇所は那覇市など沖縄本島に集中しているのです。先島諸島では、タイトルの通り、
石垣島の石垣市役所だけということになります。さて、お隣の軍事国家北朝鮮は22日日本時間24日午前0時以降、人工衛星を発射すると日本政府へ通告しました。人工衛星とは言っていますが、事実上の弾道ミサイルと見られます。発射された後に先島諸島上空を通過する可能性があるため、この地域の緊張が高まっています。昨年8月には与那国島、与那国町の沖合約 80km に中国軍の弾道ミサイルが着弾したという事実があるのです。有事の際の一時避難先の必要性は言うまでもありません。沖縄県は3月同諸島の住民ら計約12万人を九州に避難させる図上訓練を実施しました。その結果、臨時の民間機や船舶を使用したとしても6日程度の日数がかかったのです。その事実があるにもかかわらず、避難施設などの整備が進まなかったのは、離島は都心に比べて地下街や地下鉄、地下駐車場といった既存の地下構造物が極端に少ないという事情があるためと言われます。世界を見ても他の国に比べると日本は整備が遅れていることがわかります。 NPO 法人日本核シェルター協会による平成14年2002年の調査結果を紹介します。放射性物質を遮断する核シェルターの人口あたりの普及率ですが、スイスとイスラエルは 100%、 アメリカは 82%、 ロシア 78%、イギリス 67% という高い数字が出ています。一方の日本は、なんと 0.02% という少なさです。しかも、日本の普及率は、現在も大して変わってはいないそうです。日本より国土の小さいスイスやイスラエルは別にしても、広大な国土を持つアメリカやロシアの普及率の高さに驚きますね。では、ここである沖縄県民の声を紹介しましょう。あくまでも、個人的な意見ですからね。筆者とは別です。沖縄に住んでいます。私自身が、平和ボケを絵に描いたようなものではないかと思いますが、シェルターが大切と記事にあったとしても、どうもピンとこないんですよね。もちろん、アメリカ軍関係の基地とは、無関係な沖縄になってくれたらいいのですけど、他の国のやり方に対して、沖縄県は地理的に重要な位置にありますし、アメリカ軍基地は無駄な戦争の抑止力になると思っているので、私個人としては歓迎です。なんか、基地があるから攻撃目標にされるという人もいますが、私はそうは思っていません。アメリカ軍基地があるからこそ、戦に発展しないという考えもありですよね。と言っても、シェルターと言われても、今一つ身近に感じられない、ピンとこないのは、メディアの発信が少ないせいではないかと思うんですよね。沖縄県の新聞2社が、八重山日報みたいに、もっと、シェルターの必要性を報じてくれたら、私みたいな平和ボケの人間も少なくなるんじゃないかな。昨晩夜中4時に、北朝鮮からのミサイル発射通知が届いて、避難してくださいとアラームが鳴りました。でも、どこに行けばいいんでしょうか。国は、警告はしましたからね、っていう感じで終わってしまいましたが。長引いているロシア・ウクライナ戦争。現在、キーウとかウクライナの都市で空襲警報が鳴っても、シェルターを使ってる人は、ごく一部しかいないと聞きます。空襲警報が鳴るたびに、シェルターにこもっていたら、仕事にならない、つまり長期的には生活できないからというのが理由らしいです。特に、島の場合は、都市単位で戦争が長期化したら食料備蓄という大問題が発生します。シェルターがあったとしても、どうしようもない状態になる可能性がとてつもなく高いのは、ちょっと考えればわかること。シェルターの優先度を、どの程度と判断するのかは難しいところだと思いますよ。上記の意見は、アメリカ軍基地を受け入れている沖縄の人のものです。十人十色というように、人それぞれの意見の違いがあって当然です。この人は、シェルターの必要性はわかっているようですが、もう一つ切迫感がないということです。その理由は、メディアの発信手法に問題があるのではないかと考えているようですね。
どちらにしても、現在のところ、シェルター整備は国の縮小のようですから、やはり、国の考えが基本になることは言うまでもないと思います。有事の際、本当に国民を守るためには、シェルターが必要だとなったら、国の予算で整備を進めていくべきではないかと考えるところです。